どうもこんにちは。オーケストラの指揮してます平林亮と言います。ですね、まあ人間関係が難しいって話をですね、こう指揮をやる上で、まあすごく感じるというか、まあ、そこら辺が難しいよねっていう話を、まあ、するんですけども、で先日のお話の中で、まあ人間を基本的に信頼できたらいいし、まあ人に対してはですね、基本的に性善説で考えた方が、まあ、人生、幸せだし、まあ、私もそういうふうに思ってはいるんですけれども、いざね仕事のレベルってなると、そこはですね、まあ競争の原理も働いてるし、まあ弱肉強食みたいな面もあるし、まあ人を貶めるとか陥れるとかはめるとか、まあそういう汚いやり取りっていうのもね、あるわけですよ、仕事レベルになると。だからいかに強いか、いかにたくましいか、いかに自分が潰されないかとか、その防衛力だったり、その自分の精神的もしくは現実的な、まあ、強さとか、まあ、賢さ、機敏さ、いろんなものが求められてくると思うんですよね。で物事を全部その相矛盾したところに真実があるっていうか、まあ、例えば大胆さも大事だけど慎重さも大事みたいな、結局どっちやねみたいな話が、結局大胆も慎重もこう使い分けて必要なわけですよね。厳しさも優しさも使い分けて必要なわけです。なんで人を信用するということでですね、まあ、時と場合によっては信用だけしてたら騙されるよっていうことと、これはバランスで考えていかなくちゃいけないと思うんですよね。なんで、まあ人生観において、基本的な哲学において、人を信じる、信頼する、信用するってことはまあ大事で、まあ、そこが疑心暗鬼になってたら、それはネガティブな状態だとは思うんですが、ただ、まあ、社会というか現実世界というかですね、一歩家の外に出たらというか、世の中っていうのは厳しいですよ。まあ、渡る世間は鬼ばかりっていうドラマあって、僕もちょっと見てたことありますが、本当にそのまあ大げさな言い方すると、まあ、魑魅魍魎が跋扈する世界というような面が現実世界にもあると思うんですよね。それはその私たちがニュースとかになって知ってること知らないことに限らずね、皆さんの仲間とか家族とか友達とか親戚とか友人とか、近所の人とか、皆さんのすぐ周りの人間関係は、まあ、平和なネットワークっていうかね、まあ、あの人性格いいよねって、あの人優しいよねっていう人が溢れてるかもしれないんですけど、それじゃ あの範囲を拡大すればするほどですね、まあ、そうはなってないわけですよね。だから基本的に、例えば、まあ、雨の日もあれば嵐の日もあれば雷の日もあれば冬になると雪が降ることもある。それでなんか、あ雨が降ってて濡れちゃった、聞いてないよ、ってこう嘆いたところで雨は降るもんなんですよね。それと同じで、まあ、社会というか他人との関わりにおいては批判されることもある、不当に攻撃されることもある、まあ、無理解から過激血を叩かれてることもある、なんか嫌なこと、ひどいことされることは生きてる上であり得る。しかもそれが、まあ、意図的に攻撃しようということじゃない場合、相手はそんな悪気がなかったけど何らかの失敗で自分に大損害を与えてきた、でも怖くなってそのミスも謝らずにどっか行っちゃったとか、まあいろんなことはありますよね。なんでね、その人間を信用するって観点と、まあ世の中ね、みんながみんな現時点で善人にあふれているわけではないっていう観点、まあ、両方持った方がいいですね。その意味ではですね、これまあ僕個人の感覚なのかもしれないですけど、ある意味
そのなんていうのか、根幹の哲学においては変わってないんですけど、このなんていうのかな、この世の中を生きていく上ではですね、まあいろんなものをそういう、まあ信用しなくなったというか、うん、表面レベルではいろんなものを信じなくなったし、依存しようと思う、頼ろうとすることもやめたし、何かに寄りかかろうとするのもやめたし、それはね、行いが良ければ人に助けられることだってあるわけですよ。行いが良ければね。で、それは根幹において人間を信じているんで、まあそういう、なんていうのかな、自分がやった行いが後になって返ってくることはあると思うんですが、まあでもなんていうのかな、競争レベルというか社会レベルというか、その不特定多数の人と関わる中においてはですね、まあいろんなその、観難深苦を味わう、なんだっけ、辛酸をなめるみたいなことを言いますっけね、うん、いう体験たくさんするよね。もう苦々しい思い出というかですね、まあ、腹渡に家繰り返るような思いとかですね、それはですよ、まあ、物事を例えば何かトラブルがあった時に自分に一切原因がないってことはほとんどないんですけど、まあ、ほとんど原因ないよな、まあ言ってもまあ 10% もないよなって、基本的にこの人に被害、この人から被害被ったよなってこともあると思うんですね。まあまあそんなこと結構ある、うん、だから私個人においてはなんか、まあ、ある意味失望の歴史っていうかですね、失望の歴史、まあ、今回のコロナ騒動でいろんなこと あったと思うんですよ。で、政治批判の声も高まってるし、行政の批判も高まってるかもしれない、その不満を持ってる人も増えたかもしれない、まあでもこういうことがあるとですね、あ、改めて、こういうこれぐらいのことはできるんじゃないかと期待してたけど、あ、こんなこともできないのか、まあ多分改めて失望する、まあ、コロナ騒動でもなければですね、例えば保証がどうとかどうの、もしくは国とか行政が自粛してください自粛してくださいって言って、ある程度それに従わざるを得ないと、空気感的にね、でもう従ったからってその分全額保証されるわけではないみたいなね、そういうジレンマの中で実際会社が倒産し、これからも続々と倒産しますが、その中で悲しい事件も起きたりしてますよね。で、続々とそういうことは起こってくると思いますね、うん、じゃあ そこでなんていうか自問自答したり、まあ、自責の根に駆られる人もいると思うんですよ。まあ、自粛っていうのは別に法律的な拘束力とは違うんで、自粛のお願いなんでね。まあでもその自粛警察みたいな、そのまあ外野というかですね、不謹慎だぞ見せしめろみたいな人もいるわけで、そういうその別の社会との圧力との戦いみたいなのある。例えばもう店倒産しちゃって、従業員も仕事なくなっちゃって、例えば家の中ボロボロ、家庭ボロボロ、経済状況ボロボロ、果たして自粛っていうのに従、盲目的に従っててどうだったのかということを自分に問いただす人だって、こういうような状況だと、まあ、日本だけじゃなく世界にいるかもしれないですね、うん、そこは 国とか行政が自粛をお願いしたということだけではなく、で、なんていうか民衆の声みたいな、今は見せしめろみたいな、不謹慎だぞみたいなね、移ったらどうすんの。でも物事全部バランスなんでね、そりゃ病気の感染リスク抑えたいんであればもうみんなじっとしてればいいわけですよね。でもそういうわけにはいかない、それは乗り物だって、事故率完全ゼロという乗り物は今のところないですよね。で、だからリスクっていうのはある程度許容していく中でこの世を生きていくしかないわけで、まあ、そこのさじ加減というかバランスの問題なわけですけどね、だから今回のコロナでも、まあ、顕著だったかもしれませんが、あ、国も頼りにならないんだな、政治も頼りにならないんだな、行政も頼りにならないんだな、こういうこんなことすらできないね、こういう落ち度もあるんだなって。でも多分それが平たく言って大人になるということでございまして、
そういうことの歴史なんだよね。うん、ただ私は冒頭に話したように悲観論を言いたいわけじゃないんですね。悲観論とか絶望論を言いたいわけじゃなくて、まあ、どっちかというとですね、まあ、例えば性善説とか性悪説って、これ法家思想っていうね、中国の法家思想って小王とかそういう人でしたかね、あとは誰だっけ、有名な人、あれ有名な人誰だっけ、ごめんなさい、最近ね昔勉強したことがまあ出てこない、小じゃなくてもう一人有名な人いますよね、法家思想です、すいませんね、ちょっとググりながら話しますね。だから性悪説、人間は法律とかで縛らないと悪さをするぞっていう、でここら辺の中国のこの思想家、あと牧師っていう人はですね、対照的で性善説だと思うんですよね。ごめんなさい、ググる前に思い出した、甘美師。でその中国の思想家において、性善説、性悪説っていう名前聞くんですけど、まあ、例えばまあ仏教とかにおいてですね、仏性ってことが言われるわけです。人間それぞれに仏に通じる性質を持っている、これまあ西洋的に言えば、まあ、神に通ずる性質を人間それぞれが持っているっていう思想ですが、これがまあルネッサンスの思想、ヨーロッパのルネッサンスの思想においてはこの仏教の仏性と同じようにですね、人間には神なる性質が宿っていて神に近づいていけるっていう、これがまあ例えばベートーベンとか、画家のミケランジェロとかそういう人たちがですね、その芸術の力を通して自分がその偉大なる神に近づいていくんだっていう、まあ、思想を表してるんですけどね、芸術作品において、だそういうところからも来てるんですね、性善説っていうのは。で根幹においてはまあ私もまあそういうふうに考えてるんです。だから絶望論とか悲観論じゃなくて、それとですね、この厳しい世の中というか、その地民も毛量もばっこする世の中をこう殴られ、まあ、矢が飛んできてもボロボロになりながらもですね、もうへこたれずに、まあ、コロナが来て、まあ、経済苦が来て、不況が来て、じゃあ家に閉じ込められてどうするんだと。まあ、それでも生きていかなくちゃいけないみたいな、そのベートーベンの言葉でね、苦しみをかかってこいみたいな、言葉があるんですね。まあ僕それに非常に共感するっていうか、僕もそういうところがあるかもしれないんですけど、その自分の人生に、まあ、苦難が襲いかかってきて、それはどんな形か分かんないですよね、まあ、人の批判であるか、こういうコロナ不況で、自分の会社がどうなるかという問題であるか、まあ、最後はですね、その苦難、自分に襲いかかってきてる困難と差し違えてでも戦ってやるっていう、そんなに俺を倒したいのなら地獄の果てまででも追ってこいみたいなですね、そういう最後は差し違えてやるという気迫が大事だと思いますね、人生において。だからそのベートーベンがね、耳も聞こえなくなったと、でなんか家族の愛情にも恵まれてないと、で最後はね、運命をかかってこいといった、そのまあ、気概というか その執念というかですね、まあ、そう思わざるを得なかったんだと思うんですけど、その運命に対決して地獄の果てまでも付き合ってやると、襲いかかってこいという、まあそれが人生において大事だよね。うん、ということで、大人になっていく過程で、あ、人間というのは信用できないんだなとかですね、いろんなその気づきを得て、だんだんそのなんていうんですかね、まあ、達観していくっていうことなんと思うんですが、まあ、ただですね、同時に、まあ、世の中にはその光も愛情も存在するというかですね、こんないい人いるんだとか、こんなタイミングで助けてくれる人いるんだみたいな、同時にあるんですね、同時にあるのでですね、闇も光も、まあ、どっちも見ていかないといけない。で光ばっかり見るのも間違いでですね、世の中に明確な闇が存在している以上、そこをどう切り抜けていくかというかですね、自分が何かチャレンジしようとする中にそういったものに潰されないだけの、まあ、気迫、覚悟、強さ、
まあ殴られても殴られても立ち上がる、なんていうの、このこう起き上がる力みたいなね、まあそうした、総合力が必要になってきます、うん、なんかねいい人いるじゃないですか、いい人、いい人ってやっぱりなんていうかな、人がいいから損してるみたいなことになるわけですね。そういう人に限ってあんまり人に断りづらいとかですね、はっきり物を言えないとか、そういう自分がどんどんこうやられちゃうとか都合よく使われちゃうってことがあると思うんですけど、まあいい人結構いるんですよね。まあいい人はやっぱりいい人なだけじゃ自分や自分のその周りの人を守れないかもしれないんでね。だからいい人でも5つさっきのベートーベンのね、最後は差し違えてでも戦ってやるっていうその観覧シンクと、そういうその強さと、やっぱどっちもなきゃ生き抜いていけないっていうか、自分の志が大きいで夢とか目標がね、これをやるんだってことが大きければ大きいほど、そうした力がないと、まあ、やり通せないんですよね、うん。まあコロナだとかなんとかいろんなことがあって、今日まあ僕ね健康にね今日も過ごしてるんでね、こう家の中でね、まあ客観的に苦しい、主観的に苦しいってとこはまあどうしてもあるんですけど、それでもなんていうかね、せっかく今自分としての人生があるんだからね、これをまあ無駄にせず、まあ生き抜いてやろうかなというふうに思うしかないですね。はい、まあちょっと話は論点がこういくつかになりましたが、まあ信用するだけでもダメで、疑うだけでもダメ、ここら辺のその矛盾する観点、まあ世の中の光や人々の優しさ愛を見てですね、光明を見出していくというか、うん、人の善性を見出していくということとですね、ただそのそういう人たちばっかりじゃないんで、それはそれでどういうふうに対処して、人生の方を進めていくかという観点とですね、まあ基本的に両方必要かなと思います。はい、そんな話でした。ご視聴ありがとうございました。失礼します。